こんにちは、キューブです。本日レビューするアイテムはこちらです。トランスフォーマージェネレーションズサイバトロニアンオプティマスプライムです。国内ではユナイテッド版のオプティマスとして発売された商品の海外版ですね。でもユナイテッドでただオプティマスというとこれとは別のアイテムのことで、一方ジェネレーションズにもオプティマスはあって、それもまたこれとは別のアイテムで、いろいろとややこしいですね。正確に言うとこれと対応する日本版のアイテムの名前はユナイテッド版オプティマスサイバトロンモードというアイテムです。実は国内版も持ってはいるんですが、すでに開封してしまっていてパッケージのレビューができないことと、あと塗装剥げが結構起きていて、アップで撮った時に少しお見苦しいことになるかなと思ったので海外版にしました。国内版はこの海外版よりもはるかに重塗装で、全然劇中の見栄えに近いんですけど、あまりに重塗装すぎて変形のタイトな噛み合わせで剥げてしまうところがどうしてもあるんですよね。ただ塗装に違いがあるだけで構造は全く同じなので、今回はこちらでレビューしていきたいと思います。ところで先ほど劇中の見栄えに近いという言い方をしましたが、このオプティマスが何かに登場したっていうのを見たことがないという方もいらっしゃるかもしれません。実はこのオプティマスは国内だと何のアナウンスもされなかったんですが、単なるオリジナルデザインではなくて、海外で大手のゲームメーカーアクティビジョンから発売されたビデオゲーム WO4 サイバトロの中に登場したデザインです。というかですね、このオプティマスに限らず、これと同時期にユナイテッドで出た多くのキャラクター、加えてジェネレーションズでリリースされたオプティマス以降のいくつかのキャラクターは、そのアクティビジョンからリリースされた2本のタイトル、先ほど言った WO4 サイバトロンとその続編フォールオブサイバトロンの中に登場するデザインの立体化になってます。でもどちらも日本国内版が出てないんですよね。本当に惜しいと思います。この WO4 サイバトロンとフォールオブサイバトロンの2つは実際にプレイされた方はもうお分かりだと思うんですが、ゲームとして傑作で、まずもうストーリーがどうとか言い出す以前に、美しいフル 3D で作られたサイバトロン製のいろいろな場所を自由自在に歩き回れるっていうだけでかなりの満足度があります。しかも続編のフォールオブサイバトロンではこれに加えて映画的演出もものすごい強化されていて、プレイ動画を一本の映画として見れてしまうほどの素晴らしいクオリティです。このフォールオブサイバトロンのゲーム開始からオプティマスがグリムロックを探すことにしようって言い出すまでの一連のシーンは、プレイ感も展開も本当に素晴らしくて、トランスフォーマーファンならもう激萌え必至の内容なので、本当に国内版が出てほしいなって思いますね。実は聞くところによると、有志の方がリリースされた日本語字幕の出るモッドなんかもあって、敷居は高いですが本気になれば日本語でプレイできなくもないみたいです。まあでも公式からの日本語版リリースをぜひ望みたいところですね。というわけでレビューしていきたいと思います。パッケージはこんな感じです。では早速開けていきましょう。パッケージを開けると中はこうなってます。説明書の紙意外と小さいですね。ただ裏までびっしり書かれてます。中に入っているのはオプティマス本体と武器一つだけです。ではまずビークルモードから見ていきます。ドライバーシート的なところがあまり見当たらなくて、人間が乗ることを度外視してる感じで、いかにもサイバトロン製のビークルっていう感じですね。タイヤは6輪ともコロが生きていて、コロ走行させることができます。付属の武器をビークルモードに取り付けることができます。武器をこう変形させて、ビークルモードの上面にある穴に取り付けることができます。ちなみに武器は先ほど稼働させた2箇所にどちらもスプリングが仕込まれていて、このショートバレルモードからここを少しいじるとロングバレルモードへ一瞬で変形します。伸ばした状態で前方へ向けてつけることもできます。武器を取り付けておけること以外にビークルモードで目立ったギミックというのはありませんね。ではトランスフォーム、
完成です。いやー、今の変形、上の赤い部分が全面塗装だと思って想像してみてください。色はげ完全に防ぐのは無理なんじゃないかな。その点この海外版はほぼ成形色のままなので気楽にいじれます。ではロボットモードのスタイリングを見ていきます。顔のアップです。このぐらいアップで撮るとお分かりになるかもしれませんが、実は赤い部分は単なる赤の成形色ではなくて、わずかにラメ入りです。可動ですが、首はボールジョイントで非常に柔軟です。肩は一旦横向きへ出てから下へ折れているような独特の形状なんですが、上にも上がりますし、アーマーを少し避けてやれば水平にも90度以上上がります。肘も90度曲がるようになっていて、あと縦ロールもあります。手首が回転するようになっています。あと変形の恩恵で収納方向には若干角度がつきますね。胴体は名目上は動かないんですが、前のアーマーを少しこうずらしてやると変形の恩恵でかなり角度がつきます。あとこのアーマーも90度まで上がり、胴体の内部も蛇腹状に畳まれているので、多少なんちゃってっていうことにはなりますが、かなり柔軟なポーズを取らせることができます。足は股関節がボールジョイントで、何もしないと前後にこのぐらいまでしか動かないんですが、さっきのように胴体のアーマーを上げてやれば90度ぐらいまで上がります。あとは縦ロール、膝は変形の恩恵で構造上は180度まで曲がるんですが、きちんと変形させていると後輪が当たってしまうのでここまでしか行きません。少し避けてやればいいんですが、ちょっとパーツに負担かかるかもしれないですね。あと足首は可動の幅は若干制限されるんですが、ボールジョイントでつま先が可動します。改めていじってみて今頃気がつきましたが、可動めちゃくちゃ優秀ですね。つま先、手首、胴体なんかには意外と関節がないものも多いんですが、このオプティマスは全部動きます。ポーズをつけるとこんな感じ、あるいはこんな感じ。予想通りめちゃくちゃ柔軟にポーズつきます。腕には当然武器を持たせることができて、ショートバレルモード、あるいはロングバレルモード、ライフル一丁ですが相当いろんなニュアンスがつきます。一つだけ惜しい点を挙げるとすれば、かかとがあまり後ろ向きに長く張り出してないんですよね。見ての通り結構バックヘビーなので、後ろに倒れそうになることは結構あります。例によってネゴシエーターと比べてみるとこんな感じ、ちょうど12分の1フィギュアと同じぐらいですかね。変形版というかクラシック版と比べるとこんな感じ。まあクラシック版の方はボイジャークラスなんで少し小さいですね。でもこうして見て思うのは、いわゆるトレーラーのコンボイの衣装はほとんど引き継いでないのに、紛れもなくオプティマスって印象があって感心しますね。というか体型がものすごくマッシブなので、確かにボイジャーと比べると身長は少し低いんですが、なんだか全体のボリューム感は似たような感じにも見えます。以上、トランスフォーマージェネレーションズサイバトロニアンオプティマスプライムのレビュー、いかがだったでしょうか。正直オプティマスプライムと名の付いたいろんなトランスフォーマーの中でかなり変形は複雑な方なんじゃないかと思います。リベンジ版のオプティマスなんかもかなり複雑ですが、あれはまあリーダークラスなので、デラックスクラスに絞って見てみると、おそらく歴代のオプティマスで一番変形複雑なんじゃないかと思います。でも複雑といってもただややこしいだけじゃなくて、非常に合理的に考えられていて、取扱説明書なしでいじっていても、次どこを変形させれば目的の形に近づくか、なんとなく予想がつく、いじりやすい構造をしています。まあこれ単品でも十分楽しんだ方いらっしゃると思いますけど、やっぱりこのアイテムを愛していらっしゃるなら、ビデオゲームのウォーフォーサイバトロンはぜひとも見ていただきたいなって思いますね。まあ申し上げた通り、日本語で見ようとすると結構敷居は高いんですけど、劇中で活躍するこのデザインまんまのオプティマスの勇姿を見たら、間違いなく愛着倍増だと思います。では次の動画でお会いしましょう。キューブでした。楽しんでいただけたでしょうか。チャンネル登録はこのすぐ下にあるボタンから、スマートフォンやタブレットでご覧の方は動画の下の赤い登録ボタンから登録できます。よろしくお願いします。実は再三やるやるってお伝えしているこのジェネレーションズのブルーティカスも、ビデオゲームのフォールオブサイバトロンに登場したキャラクターです。でもブルーティカスの紹介に入る前に、ゲームに登場するオートボット側の主要なキャラクターも紹介しておきたいなって思ったんですよね。もっともこちらのオプティマスは1作目ウォーフォーサイバトロンにしか登場していない姿なので、このオプティマスとブルーティカスが共存したことはないんですけどね。ブルーティカスの方もぼちぼち始めていきたいなって思ってます。